どちらが顔が短く見えますか？これの秘密を教えちゃいます。はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、友永さん必見の顔の長さを短く見せるスタイリング方法についてご紹介します。結構ね、顔の形、皆さん気にされている方多いと思います。特にね、顔が長く見えちゃったりする方って、逆にロングヘアの方って、個人的に美容師やりながら多いんですね。どういう風に対処したらいいかっていうのが分からなくて、長い状態で髪型をキープされている方が多いです。そんな方でも、今日のテクニックを使うと、顔の長さが短く見えます。ポイントとして、巻き方だったりスタイリング方法をご紹介していきますので、いつも気になってた方、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずこれストレートの状態なんですけど、やっぱりね、ストレートの状態だとやっぱりその髪の毛の長さが長い分、顔のね、長さもちょっと強調されます。なので、面長の人に関しては、やっぱりストレートスタイルっていうのは結構不向きな感じなんですね。面長を解消しながら、バランスの綺麗なスタイリング方法をご紹介します。一応毛先をミックス巻きに巻いて、ちょっと AI っぽいシルエットに今巻いてみたんですけど、これだけだと少しね、まだのっぺりしている状態で、顔の形がまだちょっと縦長に見える印象になると思います。ここでやるポイントが、まずこの鼻の、横ラインですね。耳の横とかなんですけど、少しね、ボリュームを出す。こんな感じで。ってなると、多分左右見比べると、全然多分シルエットだったりとか、印象が違うと思います。ここの横にボリュームがあるだけで、顔のね、縦長の部分が少しね、緩和されて、バランスが良くなります。なので、この部分も一緒に巻いてあげるといいかと思いますので、そのやり方をご紹介します。じゃあ、ボリューム出すところなんですけど、この前髪があって、で、だいたい耳があると思うんですけど、耳のところで出してあげるとバランスがいいかと思います。毛束に関してなんですけれども、だいたいこのぐらいの毛束。あんまり多かったりとかしても、ちょっとバランスが悪かったりとかね、形が綺麗になりづらかったりします。なので本当にこのぐらいで取ってあげて、で、巻き方もポイントがあるんですけれども、だいたいこの中間部分、耳のところに落ちてくるところの部分ありますよね、この部分をコテでまず挟みます。で、この時に内巻きで挟むのがポイントです。外巻きに挟んでしまうと、ここが逆にへこんでしまってボリュームが出ないので、ボリュームを出すのに関しては内巻きに巻く。で、ここで巻いて、そのままスーッと毛先まで出る。ってなると、ここにボリュームが出ます。こうすると、前から見たシルエットが、ここにボリュームが出るような形になります。今、この耳のところ出したんですけど、基本的にこの部分でボリューム出すところに関しては、前髪、耳、後ろ部分ですね。この辺あたり。で、出してあげるとベストです。これを全体的にこの辺も全体的に出してしまうと、頭がすごく大きく見えたりとかして、バランスがおかしくなってしまいます。なので、こういう風に間引きすることによって、髪の毛に立体感が出て、バランスが良く、シルエットが綺麗になります。はい、ということでこんな感じでやってみました。ポイントとしてはね、2つあって、まずはね、毛先の部分を A ラインのシルエットになるようにミックス巻きで巻く。次に、こう耳のラインとか鼻のラインですね。このラインにボリュームを出すと。ここを出すだけで、お顔が短く見えてバランスが綺麗になります。なので、このポイントを押さえてやっていただければと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。